上がうどん山に降り立った天女の子供の産川としたと記されており、おわら織りの際にはウビナディの儀式を行った霊泉として知られています。与那原の人々の飲料水、生活用水としても重要な井戸でした。第二次世界大戦前には立派な石積みで囲われていましたが、戦争により破壊されてしまいました。